1913年のポスター1913年の出展者と記者のディナーの風景アーモリーショートはアメリカにおいてアメリカ画家彫刻家協会の組織により1913年に行われた大規模な美術の展覧会ニューヨークを皮切りにボストンとシカゴを巡回正式名称は国際現代美術展であるが最初の開催地であるニューヨークでは 兵器倉庫を利用して開催されたため、開催された場所から、一般には、アーモリーショーと呼ばれる。同展を組織したものは、ウォルト・クーン、ウォルター・パッチ、アーサー・ボーエン、デイビス、ジョン・スローンなどで、アルフレッド・スティー・グリッツも企画に参加したという。展示された作品は、1200点以上にも上り、ヨーロッパ作家によるものと、アメリカ作家によるものとで半々であったが、ヨーロッパ側は、 当時の様々な前衛的な美術動向を含んだものであったこともあり、そのエネルギーや作品の質において、アメリカ作家の恩恵な洗練されてもおらず、前衛的とも言えない作品を遥かにしのいでいた。展示されたヨーロッパの作品の傾向は、印象派、新印象派、ポスト印象派、フォービスム、キュビスムなどで、要するにフランスが中心であり、 ドイツ表現主義はほとんど含まれておらず、未来派に至っては、皆無と言って良かった。この展覧会は大きな話題にもなり、賞賛も多かったが、一方で大いに反発もあった。いずれにしろ、美術界に限らず、アメリカに衝撃的とも言うべき大きな影響を与えたことは、間違いなく291ギャラリーなどの、 極めて限られた場所で紹介されていただけのアメリカの前衛美術はこれ以降開花に向かったと言える。本店について言えば特にマルセル・デュシャンの階段を降りるラタイは賛否両論を巻き起こしデュシャンが渡米する大きなきっかけとなった。その結果ニューヨークダダへとつながっていくことにもなる。ありがとうございます。